はい、本日も楽しい大会でした。ありがとうございます。やっぱちょっと影響あるよね、普段見ない海外勢が見てくれてるのは。完全にエボ効果だと思うので、おいそこに座る、はい、そんな感じでした。いや、なんかこういうねナチュラルな出場してくる大会も海外勢が増えてくれると嬉しいです。さっき重野さんがしっかり宣伝してくれてましたから、こういう時は本当にね皆さん助かります。ありがとうございます。でとりあえず先週がマニアックスだということもあり、しばらく今月はサードニュートン的には落ち着いてますが、もうねカードも現状全て発表した形になりましたが、画面にも出てます通り8月に関しては第2土曜ビギナーズ、第2日曜マニアックス、その翌日がスペシャル FTT ラウンド5、珠玉の10先8本皆様にお送りしたいと思っています。